today's topic essence of having fun here we go はいこんにちはライ f e soul d e s i g n 安代です今日もじゅうこさんとお届けします今日のトピックは、えー、遊びの中にあるまあエッセンスというか心髄的なことをお話ししていきたいと思いますじゅうこちゃんよろしくお願いしますはいお願いしますはい えー、そうね、日本,日本ってなんか遊びは遊び、仕事は仕事みたいな、はい、ちょっとこう、分離してるようなイメージが強いと思うんですけど、はい、ど,うどうですか、海外とかどうなんだろう、15ちゃんの周りの人たちはどう、うん、どうですかいやみんな、日本人、よく働くよねっていう感じで、<laughs> 自分たちは遊び運が大事だしっていう方が多いですね。<laughs> なるほどね、うん、まあでも私もこのライフスタイルなんで手に入れたかったかっていうと遊び遊びたいかったからっていうのが一番の理由ですよまずは<ー>、うんうん。遊びたいっていうか遊んでるよう遊び遊びぐらい楽しいようななんかこう仕事になっていけばいいなっていうか。うんうん そもそもその働くっていうなんか働きなさいとか言われるのがすごい好きじゃなかったので、うん、うんなんかそういう働かなければならないっていうその問いって本当にそうなのかなってずっと思ってたんですよ昔から、はいうんな。なんでそんな決めつけられなきゃいけないのっていうか、うん。 働くために別に生まれてきたわけじゃないし、うん、働かなければならないってちょっとおかしくないかなみたいな。なんかその働きなさいってこう上司とかから、うん、言われるような感じってんか小さい頃に親からこう勉強しなさいって言われた時ぐらいなんかしょうがないなっていう、うん、<laughs> 感じちってあのー なんで勉強しなくちゃいけないのってやっぱり親に言うみたいなんですよ。うん、うん。で理由が分かんないから。うん。でも親も実は分かってなくて、うん、なんで勉強しなきゃいけないのかっていうあの子供に説明できる理由が本当はなかったりするからね。ないですね、うん。ないんですよ。みんながしてるからとか。うん うん、だって勉強する子供は勉強するものなんだみたいな、うん、で大人になったら働くものでとか、うん、なんかそうやって本当の理由はないのに勉強しなきゃいけないし働かなきゃいけないみたいな、まあ、流れが日本は特に強かったのかなと思うんですね。うんまあ、それは海外でも <laughs> もちろん人によると思うんですがあの、うん、仕事よりも遊びを優先するっていう傾向が強くてもその仕,事そう、ね、仕事がすごい楽しくてしょうがないみたいなことは、うん、それはは必ずしもででないすすよ、ね、人によりますよねね人にりりまやっぱり仕事が楽しくてしょうがないって本当にそれは幸せなことだと思うし。うん 楽しいってことはもう遊びぐらいのエネルギーになってるってことだよね結局。うんうん、でもなんとなくさ労働はその自分の時間を切り売りしてその対価をいただくみたいな、うん、ちょっとそういう我慢した代わりにえー お金をもらうみたいな流れって結構ずっと続いてきたと思うんだけど、うん、ちょっともうここにきて流れが大きく今変わろうとしてるんじゃないのかなっていうことで今日この話をしています。はいうん、であまあでもちょうど今分岐点というか過渡期なのでその好きなことで仕事をしていこうみたいな流れって今ね10年ぐらいブームで。 日本は特にそのブームがありましたけど、はい、多分それってだから仕事をすることがもう好きで好きで楽しくてしょうがないっていうような流れにしていきたいからそのブームになったと思いますうん。でもその好きなことを仕事にしようと思った時にもう実は何て言うんだろうな エネルギーがちちょっっと変わっちゃうん。だよね、うん、っていうのはその好きなことは好きなことでそ,のそこに何かお金が発生したりとか、うん、その人に伝えようとかその人を集めなくちゃとかいうエネルギーはまだ発生してないんだけど好きなことで仕事をするってことはイコール。 そこにその人を集めたり経済を動かしたりしなくちゃいけないっていう新しいものがくっついてくるわけじゃない、うん、でこれを最初からやろうとするから多分苦しくなっちゃうんじゃないのかなっていうのがあってうんなんか好きなことが仕事になる瞬間って例えば私だったら、うん、と向こうからその 仕事これを仕事にしてよっていうかこれ教えてくださいよっていうふうに言われたからそうしたっていうだけであって、はい、自分が好きでそれを仕事にしようとは思わなかったんだよね。だから自分がただ好きで好きでずっとずっとやってたら向こうから「いやこれ仕事にし仕事に」っていうかこれをみんなに教えてほしいっていう。 ことでやっとなんていうかな成り確かに何かそのいろいろな趣味を持ってそれを仕事にしようとかや、うん、なんか自分からやろうとするとうまくいかないことが多かったけどなんか、うん、例えばその英語を教える仕事だったりその友達英語の先生、うん、そのアメリカ人の、うん まあ、日本語が話せない友達がちょっと病院に行くときに通訳してくれないみたいなことからなんかそこに興味を持ったりとか、うん,なんか,確かにそれれは自然の流れでしたねそうですよね、うんそう。だからそういう流れがなんで一番いいかというと純粋に好きでやってることって純度が高いんですよねとっても。うん うん、だからエネルギーが高いからあなんかこの人に教わりたいとかこの人にやってほしいとかこの人に案内してほしいとかね、うん、なんかそういう流れになってくるっていうことでその遊びって何がすごいってやっぱ純粋なエネルギーが圧倒的に強いんですよね。うんうん、でもそれをどうしたら人が集まるんだろうとか。 どうしたらお金になるのかしらって考え始めると、うん、まあ純度がまあ落ちてくるそうですねか<な> <laughs> そうだから何て言うのかな楽しくもなくなってきちゃうし、うん、なんか自分があんなに純粋で好きだったのにこういう。 人を集客したりお金を回さなきゃとか考え出すと途端に苦しくなっちゃうっていうのは、うん、要するに自分の純粋なエネルギーがさ落ちてきちゃうってことなんですよね。ははい、はい、うん、なのでこう,こうならないようにやっぱりあ増、まあ、していこうっていうかまあこういうメカニズムなんだよってことをまず分かった上でうん、うん、だから思いっきり純粋に。 楽しんでれば必ず人から頼まれたりするようになる流れになるんだけどなっていうふうには私は思ってるんだけど、うん、でもほら自分自分ビジネスっていうか好きなことを仕事にしようっていうのはもう最初から好きなことを仕事にするっていう想定で始まっちゃうから、うんうん、そっからもう純度がちょっと下がるのかもしれません。なので流れ的に 好きなことが仕事になったらそりゃみんな嬉しいと思うんだけどその自分の純粋な純度を保ちながらそれを、えー、形にしていくっていうところが一番苦戦するポイントなのかなっていうふうには思ってます。うん、うん、でも今日はまあ遊びの中にエッセンスがあるっていう話なのでうーん遊びの何がそんなに大事なのかっていうのは。 えっとねうーん夢中になって遊んでる時ってその心配とか不安とかそういうのがない状態なんですよね。うんうん、なのでその今ここにいるっていう状態を純粋に楽しめてるのが、まあ、遊んでる状態でそうするとその遊んでいながらも。 うーんいろんなものをそのいろんなものにコネクトする状態にその電波の状態がいいって言えばいいかな自分の状態がすごいいい、えー、その感度が高い状態になってるっていうふうに言えばいいのかもしれないんだけど、うん、そういう時ってこういろんなものをキャッチしたりいろんなものを感じ取ったり直感がさえたりインスピレーションが降りてきたりとかなんか とにかく自分の純度が高いのでその結局携わってるいろんなことに対してもいろんなアイデアが浮かんだりいろんなクリエイティブなことが浮かんだりするっていうのがこの遊ぶたくさん遊んだ方がいいっていうのは、まあ、そこに実はそういうエッセンスが含まれてるよっていうことになるんですけど、うん、これなんかわかるかなそそうですねれエネルギーも 軽いから、健康にも良さそうですよね。うん、すごく健康にもいいし、うん、その集まってるみんなが、そこになんか。ある意味、何も求めてなかったりするので。うん、うん、でも、だからこそ、生まれるものがあるっていう感じかな。うん、うん、うん。そのビジネス。ビジネスにするっていうと、この。 この関係性は例えば損なのかなこれ得なのかなとかさうん、うん、どれぐらいの利益なんのかなとかうん、うん、<laughs> そういう風うにやっぱそうするとそのやっぱり何て言えばいいんだろうまあとにかく純,純粋なエネルギーではなくなってきちゃうので、うんうん、そこで生まれたものって例えばねじゃあ私と純子ちゃんだったら。 えっとこれをやる、まあ、今私,私たちがやってるこのプロジェクトが、えー、完全にビジネスでこれ収益を狙ってただやってるだけだとしたらそれが発生しないと続かない関係性になっちゃうんだよね。はいうん、そうするとあもう収益得れませんね、私たちの関係性は。 収益を得れるために一緒にやったから得れないってことはもう終わりですねみたいなさ、うん、なんかそういうのじゃなくて一緒にただいるだけでまず楽しかったり純粋に一緒に遊べたりそこがあってでも一緒になんかこうクリエイトしていけたらいいよねとかううん、うん,うん、うん、でここでその豊かさが循環したらもっといいよねみたいな。うんうん でも循環しても循環しなくてもどっちでもいいよねって言える関係性が増えてくると一番豊かな状態になってくるっていうのがこれからのの時代かかななと思いますなんかその先ほど安代さんが言っていたあの遊んでいる時の状態って未来のことを患うでもなく過去を心配するでもなく今ここにいる、うん、っていうのが、うん、なんかすごいいいなと思いますね。 すごくいいですよ、ねうん、だからこの間ねうち、ん、で集まった時もあの今ここみんなが楽しんでるだけなんだけど、うんうん、でもやっぱあそこから生まれるエネルギーって必ずいいエネルギーであのそれぞれがまた素敵なクリエイトをしていくきっかけになったりもするし。 ななんんていうんだろうな遊びの中に含まれるものすごいパワフルなエッセンスっていうものをもっとみんな感じてほしいなっていうふうには思うんですけどね。はいそうですね、うん、あの後、うん、なんかいろいろアイディアが浮かんだりしたので。ううううんうんうん、うん、うん、ねなんか自然と「あこれなんか良さそう」とかちょっとクリエイトしてみたり。うん ね、なんかこう自然発生的に生まれるものっていうのがやっぱ遊びの中にあるのかなっていう感じはするそうですね,んですね <laughs> うんうんででしいんすよねあと純粋にこう遊びを楽しめる仲間づくりというかうん うん、それもこれからの新しい時代を生きる上ではとても大切なエッセンスになってくると思うので、うん、なんか利害関係だけでつながってるだけってちょっと寂しいじゃないだけど、まあ、今まではそれでよかったのかもしれないなんか言われたことやってじゃあ言われたことやってくれたからその代わりに対価を払いますみたいな。うんうん でもじゃあこっちが体育払らなくなったらもうその関係性って続かないわけじゃないうん、うん、なんかそうじゃないその遊び一緒に遊びたい人を増やすっていうのが大事かなっていうふうには思いますはいうん今日はそんな感じでいいかなうんありがとうございます、うん、ありがとうございます OKWE、okay. provide some intuitive consulting content if you like it please click like and subscribe buttons also write down some comments so that we can see your feedback thank you